岸くん、平野くん、神宮寺くんがバイクで熱海へ。彼らが走っている場所は厚木インターチェンジ付近で、まっすぐ進むと富士山が見える場所です。御殿場、三島、静岡方面です。ある日、私は SNS で見た一つの投稿に興奮した。それは、私がずっと待ち望んでいた光景だった。岸くん、平野くん、 神宮寺くんがバイクに乗って、熱海へ向かっている写真が投稿されていたのだ。この新たな冒険が彼らをどこへ連れて行くのか、私はワクワクしながら考えた。やばいやばい、一番見たかったやつ。指導民なので本州の地理は疎いんですけど、この道行ったらどちら方面、どうやら新しい冒険の予感が漂っているようです。その声の主は、 バイクに乗っている人たちのグループで、平野くん、神宮寺くん、岸くんという名前のようです。彼らはどこに向かっているのでしょうか私は興味深踊り字で彼らの行く末を追いました。バイクのエンジン音が響き渡る中、岸くん、平野くん、神宮寺くんは颯爽と走り去っていった。彼らのバイクには冒険の予感が漂っていた。 私は彼らがどこへ向かっているのか知りたくてたまらなかったが、私は本州の地理に疎いため、道の進行方向がわからなかった。しかし、幸運なことに、ネット上の情報を駆使して、彼らの行く先を特定することができた。投稿によると、彼らが通っている道は、東名高速道路の厚木インターチェンジ付近であることがわかった。さらに、 彼らが透明高速道路を下り、県王道に入る可能性や、小田原厚木道路を経由して箱根や熱海に向かう可能性もあることが示唆されていた。この情報を手がかりに、私は自身の経験を思い出した。実は、私は数ヶ月前に熱海を訪れたことがあったのだ。その時、私が走っていた道は、ちょうど厚木インターチェンジ付近であり、 遠くに富士山が見えたのを覚えている。つまり、彼らが向かっているのは、熱海方面である可能性が高いと判断できるのだ。私は興奮しながらも、彼らが熱海で何をするのか、どんな冒険を楽しむのかを想像した。熱海には美しい景色や温泉、グルメがたくさんある。彼らがそれらを満喫する姿を想像するだけで、 私も彼らと一緒に冒険をしている気分になった。バイクトークの新たな展開に私も驚きました。平野くん、神宮寺くん、岸くんが一緒にバイクを走らせている姿を見ることができるなんて思っても見ませんでした。彼らのバイクスキルは本当にすごいですね。特に岸くんはニーグリップの鍛錬が得意なようです。 私も後ろに乗せてもらって彼のテクニックを体験してみたいです。しかし、心臓が爆発しそうなくらいの興奮はちょっと無理かもしれません。深呼吸して気持ちを落ち着かせる必要がありますね。でも、この興奮は抑えきれません。私も絶対に彼らの冒険を見届けたいと思います。だが、彼らのバイクトークを見ているうちに、 私は思わずため息をついてしまった。なぜなら私は自分がバイクに乗ることができないからだ。彼らのように風を切って走る経験をしたことがなく、その自由な感覚を味わうことができないと思うと少し寂しい気持ちになった。しかし私は彼らの冒険を応援し続けることに決めた。 彼らのバイク旅行は私たちに新たな可能性を示してくれるかもしれないし、私たちの日常に刺激を与えてくれるかもしれない。彼らがどんな風景や出会いを経験し、どんな思い出を作るのか私は楽しみにしている。岸くん、平野くん、神宮寺くんがバイクで熱海へ向かっているという情報に興奮した私は、彼らの新たな冒険を想像しました。 彼らがどんな景色や出会いを経験し、どんな思い出を作るのか、私はワクワクしながら彼らを応援しています。バイク旅行は私たちに新たな可能性と刺激を与えてくれるかもしれません。飛べ番の新たな冒険が始まります。私たちは彼らの旅路を見守りながら、彼らがどんな風景や出来事に出会うのか、楽しみに待ちましょう。さあ、 飛べンの世界へ一緒に飛び込んでみませんかあなたはどんな冒険が好きですかどんな場所や活動に興味がありますか自分自身の冒険の計画を立ててみましょう。